ウクライナ情勢をめぐり、岸防衛大臣は防弾チョッキなど自衛隊の装備品をウクライナへ供与するよう準備を指示しました。本日国家安全保障会議において、防弾チョッキ、ヘルメット、防寒服、天幕、カメラ、さらに衛生資材、非常用糧食、発電機等をウクライナに提供することにつき調整検討することとなりました。これを受け、先ほど速やかに装備品等を提供し、これらを自衛隊機等により輸送を実施しうる体制を確立するための準備を指示したところであります。